荒木正宏は、熊本県菊池郡菊陽町出身の元プロ野球選手。中日ドラゴンズ内野守備走塁コーチ、宇藤右内。現役時代は2008年から中日選手会長、2009年には日本プロ野球選手会副会長を務めた。 イバタ・ヒロカズとの二遊間コンビは、洗い場の愛称で親しまれ、ファンを魅了した。熊本工業時代は二度春の選抜に出場。三年政治の夏は、県大会準決勝で敗退した。1995年のドラフト会議では、当初中日ドラゴンズは、福留康介を1位指名し、荒木は、ドラフト4位で指名する方針だった。しかし、 福留に続き外れ1位の原俊介までも抽選で外してしまい、監督の星野仙一は、もう勝手に死と憤慨し、外れ外れ1位で、荒木が指名され、入団するに至った。なお指名前に挨拶に訪れていた球団は、中日と近鉄バッファローズ横浜ベイスターズ、広島東洋カープの計4球団で、本人は指名直後に、 中日が指名してくれるという予感はあったが、3位以下だと思っていたとコメントした。1996年の4月2日、ウエスタンリーグ開幕2戦目の大英戦で、ダイソーとして初出場し、2塁から浅い右膝でタッチアップし、トレーニングコーチのミキヤス氏は暴走と感じたものの、セーフとなった。ミキは身体能力は一級品だが、 野球の技術がないと評価していた。1997年には脚力を生かして、増田大輔と共に、ドーム野球の申し子として、外野の守備固め、ダイソーで一軍63試合に出場したが、定着とはならなかった。1998年、二軍監督に就任した、二村徹は、未来のレギュラー候補として、内野手で荒木を一から鍛え直すと決めた。 にムラは第一歩として当時最大の武器だった機動力の強化に集中し出塁すれば必ず盗塁のサインを出し失敗を重ねつつもセーフになるタイミングを覚えさせた2000年にはスイッチヒッターに挑戦していた1999年5月30日ウエスタンリーグの大英戦で10回にし二類走者の荒木は 単打で本塁を狙って走塁するが、全身守備の外野からの返球でアウトとなった。二村は、ここで、セーフになれなかったらお前の存在意義がないと叱責し、その場で二塁から本塁までの走塁練習を50本、化した。2001年は課題だった打撃が急成長し、夏場からは一番打者に定着。規定打席には届かなかったものの、3割を大きく超える。 打率を残して、一躍期待の若手として注目される。2002年からは1年間を通して、レギュラーとして出場し続け、2年続けて、規定打席に到達した。2004年は、落合博光監督就任のもと、リードオフマンとして39盗塁、日本プロ野球記録となる9度の1試合4、安大城を記録し、 セリーグ新記録となる149単打を放った。守備でも、イバタ・一との二遊間、コンビ、ア井場コンビが、落合監督から、イバタとの二遊間コンビは12球団12類種単独なら、メジャーの超トップクラスと高く評され、自身初のタイトルとなる、ベストナインゴールデングラブ賞を受賞した。2005年も、 リードオフマンとして活躍し、自己最多となる181アンダ四42盗塁を記録した。同年の623打数は、2002年の清水、高幸を超えるセリーグ記録。2006年は怪我の影響もあり出場試合数は減ったものの、初となる打率3割を記録した。3年連続のベストナインも受賞している。 2007年は不審で二軍落ちも経験した。さらに得意の守備でも、一時期早急難に陥るなど苦しんだ。球団としては、平野県以来21年ぶりの投類王を獲得したものの打撃不審が響き、チームが日本一となったにもかかわらず減法となった。2008年はさらに打撃が低迷、出類率も3割に届かないなど不審が続いた。 同年6月21日の試合で、史上250人目となる1000本安打を達成。このまま毎年しゴールデングラブ賞を受賞し続けており、守備面は変わらず安定していた。2008年には、選手会長に就任した。この年のオールスターゲーム第2戦では MVP を獲得している。シーズンオフには新たに5年契約を結んだ。2009年シーズンにより、 イバタの二類種コンバートに合わせて、荒木は遊撃手を務める予定であったが、イバタの調整が目の不調により遅れたことに加え、荒木自身も開幕直前に足を痛めたことで見送られた。シーズン前半は一番打者とされていたが、打撃の調子が上がらず、すぐに二番に変えられた。二番に起用されてからは徐々に復調し、持ち前の粘り強いバッティングが戻ってきた。 打率270に対して得点圏打率は343とチャンスの場面での勝負強さを見せつけた。福地久木と東塁王を争っていたが、左手首を痛めて試合を欠場したこともあり、タイトル獲得はならなかった。同年限りで選手会長を退任し、森野正彦に譲った。2010年は再び、 イバタと共にコンバートに挑戦。開幕前に左前足を負傷し、1999年以来11年ぶりに開幕1軍から外れた。4月5日に復帰し、遊撃手へのコンバートが実現した。シーズンは復帰後の全試合で一番打者としてスタメン出場した。打撃はフォーム変更が効いたのか、夏場から調子を上げ、打率。 294でシーズンを終えた。守備では20失策を記録し、盗塁数も20にとどまり、7年連続のゴールデングラブ賞の受賞と30盗塁の達成はできなかった。2011年はシーズン中盤に欠場する試合があったものの1年通して一番打者を務めた。打率263はチーム内の規定打席到達者では最高だった。 300盗塁を達成したものの、全体では、盗塁数は18と前年をさらに下回った。2012年、二塁手に、再コンバートされた。これに伴い、岩バタもショートに戻った。シーズン途中から1番を、大島陽平に譲り、2番に固定された。7月10日の阪神戦で左太もも裏を痛めて、途中交代。 検査の結果肉離れが判明し、登録を抹消された。オールスターゲームに監督選抜で選ばれた。2013年はシーズンを通して不調に終わり、スタメンから外される試合も多くレギュラー、獲得以来では最低の成績に終わる。また、12年ぶりに規定打席に到達しなかった。 2014年は交流戦で死球による骨折で約1ヶ月半の戦線離脱があったものの主に2番打者として出場し2年ぶりに規定打席に到達した9月16日には史上17人目球団では高木森道に次いで史上2人目となる通算350盗塁を達成した2015年はソフトバンクから移籍してきた 亀沢強平と併用される形になり、出場機会が減少。15年ぶりに100試合出場と2桁盗塁に到達しなかった。2016年8月6日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で盗塁を成功し、高木森道が記録していた369盗塁を、抜く球団新記録の370盗塁を達成した。また、 6月9日の対オリックス戦、第3打席から7月8日の対東京ヤクルトスワローズ戦、第1打席まで47打席連続で無安打であり、セリーグ野手連続打席無安打最長記録と並んだ。2017年、6月3日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で史上48人目の2戦、安打を達成した。その際、入団当時の監督であった。 星野千一楽天球団副会長兼、シニアアドバイザーと、一学年下で共に、選手会長の経験がある、森野正彦から花束を受け取った。中日生抜きの選手の達成は、高木守道、谷沢健一、立浪和義に次いで、史上4人目。なお、22年目での達成は、中村の博に並び、25年目に達成した。 谷重元信に次いで襲い。同時点での通算33本塁打は2000、安打達成者で最小になる。また、中日の選手では移籍してきた選手を含めても初めて、ホームゲームで2000安打を達成したことになる。2018年からは一軍、内野守備走塁コーチ兼任となったが、セリーグのアグリーメント上、ベンチ入りできる、コーチ人数に限りがあることから、 ペナント会始前である3月17日に、高知職を解かれた。登録上の役職は解かれたものの、チーム内での役割は変わらず、高知料を含んだ年俸も見直されない。9月27日、同年限りで引退することが、メディアにおいて報じられた。10月6日、引退会見の場で正式に引退を表明した。10月13日の阪神戦にて同じく同年。 限りで引退する岩瀬人則と共に引退試合が行われ、一番二類種のスタメンとしてフル出場した。8回の4打席に偶然安打を能見厚しから打つと延長に突入して迎えた11回の現役最終打席でラファエル・ドリスの前に三類頃に倒れ現役生活を終えた。試合後のセレモニーではかつての同僚で 同級生の福留と同僚の大島から花束を受け取った。名誉熊本県民として表彰された。12月2日に自由契約公示された。二軍内野守備総類コーチ時代2018年10月29日に、中日の二軍内野守備総類コーチに就任した。2019年3月1日。 二日後に行われる引退試合に出場するために中日ドラゴンズと育成契約を結んだ。登録上の背番号は207。三日のロッテとのオープン戦に2番指名打者として先発出場すると1回裏の第1打席で有吉勇希の前に三塁ごろに倒れ、ベンチ前で選手や首脳陣と握手を交わしてそのまま交代した。 二類守備につくプランもあったが、大事な時期に邪魔したくない気持ちがあったため、現役時代は一度も経験しなかった、指名打者での出場となった。背番号はコーチとしての通常の88や、契約上の207ではなく、現役時代の2となった。引退試合を終えたため、3月4日に自由、契約公示された。2019年7月14日に払いたを訴え、 福岡県内の病院に入院。盲腸形質線交通と診断され、19日に緊急手術を受けた。2020年からは一軍内野守備走塁コーチ。井端博和と守備で二遊間、打順では1.2番を組んでいたことから、井端と共に、洗い場コンビと呼ばれた。井端と共に2004年から2009年まで6年連続で、 ゴールデングラブ賞を受賞した二類守備の評価が高く、遊撃手から再コンバートされた2012年は、トンネルやファンブルといった失策も目立ったが、この年はそれでも守備イニング1 0以上の二類種で、両リーグ3位のウザー6.8を記録。上述のように、落合博光からも高く評された鉄壁の守備で、 センターラインを固め、右翼方向へのゴロ打球の守備に不安が残る一塁一種のカバー役も担う。一方で肩を痛めた影響もあり、スローイングには若干不安定な面もある。プロ入り当初は外野手として起用されることが多く、その後も現役晩年に至るまで時折外野手としても出場した。 走塁面では一塁到達まで速くても4.0秒と、投塁を経験者としてはズバ抜けて、速いわけではないが、牽制さえなければ、投塁を、ほぼ成功することができる。優れた、投塁技術を持ち、初めて30盗塁を達成した2004年から2009年まで6年連続、30盗塁を記録している。走塁技術にもたけ、足でプレッシャーをかける存在としては、 リーグ屈指と評される。なお、牽制球に対して、ヘッドスライディングで気類することが多く、それが肩を痛めた原因であるという指摘がある。レギュラー定着後の一時期早急イップスに苦しみ、インターネット上では、イップスの代名詞として生やされるほどであった。これについては、本人が引退後に、チームメイトであったタイロンウッズの守備範囲の狭さに、触れている。 一時期イップスの原因を他人や故障に求めることもあったが、それでは先がないと思いウッズでも取れる早急故障の影響が出にくい投げ方を心がけるようにし、現在では自分がイップスになったのはウッズのせいではないと強調している。プロ入り当初は右打者だったが、入団3年目の1998年からは両、うちに挑戦した。 2001年に再び右打ちに戻したが、2003年までは、両打ちとして登録していた。典型的な短距離打者であり、シーズン本塁打のキャリア杯は2001年と2008年に、記録した4本、シーズン打点のキャリア杯は2004年に記録した44打点と、2000アンダ達成時点で、シーズン2桁本塁打とシーズン50打点以上の、いずれも記録していない。 史上初かつ史上唯一の選手である。また、早打ちで支球も少なく通算出塁率309も2000アンダ達成者の中で最も低い数字である。踊る大捜査線のファンで DVD をすべて所有している。また、踊るシリーズに出演している柳葉敏郎との親交が深く2010年7月3日の試合で柳葉が 始球式を務めた際に、ビジターの一番打者だった荒木が、打席に立った。2012年の開幕戦より、柳場が1980年代に所属していた、ユニット、一世風ビセピアの、全略、道の上より、に、打席登場曲を変更した。シーズンオフも、講演会や、トークショーにも、頻繁に参加し、ファンサービスにも務めている。 2011年まで監督であった落合博光を尊敬しており、監督に無理だと言われれば、いつでもユニフォームを脱ぐつもりだったと発言している。その落合は、繊細で切れやすい。ボールの球をストライクと言われると、その日はもう全部打てないと表している。ありがとうございます。